でも福島先生のセミナーを受けることで会社の中にリーダーシップの軸と本当にねチームを作っていけるっていうふうに思いますね。でそれができないとやっぱり会社は大きくならないと思うんですね。大きくたまたまなってしまったとしてもやっぱりこう軸が安定してないとやっぱりバラバラになってしまうので、参加をした動機としてはちょうど会社が今後事業拡大をちょっとしていきたいっていうタイミングで、事業が拡大していくっていうことはやっぱりそこに人がスタッフも増えてきますし、スタッフが増えていくことはやっぱりそのそれぞれのこうチームをまとめていくリーダーも増えていくわけですから、そこで初めてやっぱりこうリーダー自分だけではなく、その今後そういったリーダーになっていく部下も、どういうふうにしていけばいいかっていうのを考えるようになりまして、それでこの講座に参加させていただいたっていうのがありますね。部下でその若くて、今後本当うちの会社の中核を担っていってくれるようなそういう人間と一緒に参加をしたいと思って、私入れて3人で今回参加をさせてもらいました。一番ちょっと私として印象に残ってるのはリーダーシップはあり方だと、でマネジメントはやり方だっていうやっぱり話がありまして、これがやっぱりちょっとこうごっちゃになっちゃってたんですよね。マネジメントをしなければいけないっていうのはすごく分かっていたんですけど、そもそもそれ以前に僕のやっぱりこう振る舞いとかリーダーとしてあるべき姿あるべき姿勢ができていないと、何をやってもやっぱそれがこうスタッフ部下の皆さんに伝わっていかない、っていうことがすごいやっぱよく分かりましたね。セミナーを受け始めた時から今うちの会社急成長を実際していまして、この1年でだいたい社員が40名ぐらい増えてるんですね。はい。なのでなんかその準備ができたかなっていうのが正直印象ですね。上司として、またこう一つの事業を任される立場の人間としてこうあるべきだよねっていう話をするときに一緒にやっぱセミナーを受けて勉強してきたので共通言語があるんですよね。それが一番大きいですかね。前だとこうそれぞれの自分のこう考え方がやっぱりこう自我っていうんですかね出てきてしまってなかなか話がまとまらなかったんですけど、セミナーでこういうこと勉強したじゃんっていうのがもう共通言語になってるので、やっぱりそういうふうに僕らはしていかなきゃいけないよねとか、そういう形でこう話がこうまとまりやすいっていうんですかね、はい、福島先生は日本で一番プラス思考な人ですね。やっぱりたくさんのお話をしていただいたんですけど、常にやっぱこう他責じゃなくて自責、人のせいにしたり環境のせいにしたりしないで、全て起こってることは自分の責任だっていうことをちゃんと肯定的に受け止められると、やっぱり人間ってそこから前に進めるんで、それはやっぱりすごい学びましたね。皆さん経営者の方も多いと思うんですけど、やっぱりこう会社をより良くしたいっていうのはみんな同じ経営者の悩みだと思うんですね。そういう方は自分だけじゃなく、ぜひ信頼する部下をですね巻き込んで一緒に参加してみてほしいです。多分一人で受けてても多分それ啓発も読んでるのと多分僕はあんま変わんなくて、やっぱりこういや本当に副小説ってお話上手ですし、最初に申し上げたように全くこう話が飽きない、でもすごい入ってきますし、でそれをやっぱり部下と一緒に受けて共有して、そして一緒にこの会社を良くしていこうっていうふうにしていけることが一番の価値だと思ってるんですね、はい、代表者で、社員抱えられている方であれば、ぜひ、自分が信頼する部下と一緒にセミナーを受けてください。そうですね、今やっぱり自分の会社、自分自身があるレベルよりももっとこう上を狙って、事業拡大とか、そういうのを考えている方は自分自身も変わらないとやっぱりそっちに、いけないと思いますので、ぜひこのセミナーを受講してみてください。今やっぱり成功をしている人たちも
受ける価値は十分にあると思いますので、はい、